ということでね、今回ね、O チャンネル&チャラーキ TV のと高橋魚心さんね、魚さんの研究コラボ、とんでもないことになってきたよね。はい、ただいま朝の6時半ぐらいかな。ほら、こんな感じになってとんでもない。これね、ビジネスホテル来てます。なんだあれは、拡大なれ高校か、何これ、中学校。6時55分って時計があるな。危ないなこれこんなところにという感じでね、今から今7時なんで、もうそろそろ寝て、昼の2時3時には起きて、そこから釣りしながら、でまたホタルイカとか、また海ガサね、うん、海でガサガサしていく。で今日ホタルイカ取って捕獲して食べたんだけど、もう一回ね、なんかいろんな巨大魚、ヒラマサとか釣りながら、タコ、エビ、カニ、イセエビ、いろんな魚、魚介類、甲殻類釣りながら、さらにホタルイカをガサりながら、カニとかタコとかエビとかもガサガサしまくって捕まえまくってあるからな。ちょっと夜釣りやろうよ、はい、今日緊急コラボで、はい、王ちゃん、はい、ちょっとね、鮭ハラミ食べますよ焼き鮭ハラミこれがね、だから戦う前腹減っていくとできないじゃん。そうですね、これ食べてね、焼き鮭のハラミ食べて、うわうまいよ。こんにちは、おーちゃんさん。どうもこんばんは。こんばんは。釣れますかね。いや、釣るんですよ。ね、狙いは何ですか、おーちゃんの。おーちゃんさん、私の狙いは、うん、まあ、釣れれば何でもいいんですけども、うん、まあ、でっかいでっかいゾウさんみたいな、うん、ウグイとか、うん、化け物クラスのシーバスとか、うん、あるいは、うん、60センチぐらいあるメバルとか釣れたらいいなって思ってます。60のメバルはやばいね。60のメバルはやばいですよ。ありえるよ、やっぱり。60のメバルはなかなか。最大でそんなもんだよね、多分ね。だから40釣れたらいいんじゃないかな。メバルは40ぐらいがマックスって言われてますけどね。うん、尺メバル。尺メバル。ちっちゃく尺メバルか、はい、1メーターのシーバス盛る可能性あるから、海遊系の。まあ、マジっすか。うん。バケモンですね。60センチはさすがに不可視ですけど、うん、尺メバルは普通にありえますよ。あ、おるよね。あの、ホタルイカ食ってるやつらでかいんで。35とかね。30、尺オーバーはありえますね。うん、それ狙おうじゃない。うん、かっこいいやん、ちゃかゆ。ありがとうございます。今回緊急コラボ2日目。はい。今日はやらんとね。昨日やりました。昨日はもうなんか物足りんかった。ホタルイカだけやったろ。だから魚も釣って、はい、巨大魚も釣ってホタルイカも両方取らないと。よしよしよ、じゃあもうそろそろ釣り行くぞ。ちょっとお茶に釣りましょうか、今日ね。バケモン刈り上げましょう。とんでもないバケモン。とんでもない巨大魚が来ますからね、今から。じゃないですか。はい。結構今おちゃんが情報聞いて、はいはいはい、1メーター以上のサゴシとか、うんうん、60センチぐらいのメバルが寄ってきてるらしいんだわ。マジっすか。うん、分かりました。だから普段だったら尺じゃん。はい。尺って30やん。はいはいはい。ジャグイン60なんだよ。やばいですね。尺ダブル尺。はい。倍ですよ。倍だよ。が来とるらしいんだよ。はい、おちゃん来とるからな。ああ、ちょっと早いかもしれないですね。ちょっとでも粘れば来るよね。そうですよ。いや、先にこっちには行って張っつくんですよ、うん、先に待ち伏せするんです。あ、待ち伏せで来たところガチンって。そうです。ガチンってやるよ。社会もやっとろうよ。はい、やってますね。え、はい、化け物。はい、おちゃんと釣りできるなんてね。そうだよ。はい、売名の茶会としては。そうですね。はい、だいぶ歩いてきましたね。もう全部1時間ぐらい歩いとるね。もういろんなポイントをちょっとね、今この防波堤から堤防から歩いて、ちょっと取らんとね。取らんとね。あ、一発刈り上げちゃるけ。うん、刈り上げちゃるけ。取ったらなかんわ。ああ来てるね。なんか来そうな感じしますよ、ね。おじゃ、いやもういるわ。います。行こう。よし、行きましょう。ちょっとデカメバルが来てるかもな。逃げちゃうからね、チノが。この段めっちゃ滑るんで気をつけてください。あ、了解。
うわ。うわ。鍾乳洞。鍾乳洞だ。イソギンチャク。イソギンチャク。イソギンチャクがいる。やばい。やばい。あ、カニ、カニさんがいました。なんかカニいましたよ。どこどこ。いや、ここでなんかうごめいてました。イソギンチャクの近くにカニいましたよ。いや、もうここだけでアクアリウムになる、ここの。そうですね、これでミニアクアリウムですね。うん。やばい。うわぁ。え、おーちゃんさんのルアーはこれどんな感じで攻めるんですか？これは、まあ、沈むルアーなんですけども、はい、沈む速度が遅いんで、うん、こいつが沈まないスピードでゆっくり巻いてくるんですよ。沈まない程度のスピードで。シンキングペンシルですよ。名前何？レビンミニ。レビンミニですね。ホタルイカパターン用のやつです。でもシルバス、サゴシ、アオモロ。まあいろいろです。ホタルイカ、チヌも釣れることあるみたいですよ。何でも釣れちゃうね。はい。スローシンキング。スローシンキングですね。何グラムですかこれ？これは確か、あ、結構重いね。10ちょいぐらいだったと思いますね。あ、でモアザンリールで。はい。あ、この竿は？何やったか、シルバーウルフってやつ。結構いい竿。はい。よっしゃ、やっとるセミ。やりましょう。俺らもやろう、うん。とりあえずいつもの捕まえていこう。チャガイブ投げとる？何だ？エサスケトン。あ、ルアーか。釣れるよ。これ。おちゃんもルアーだもん。これ。あ、これいいよ。これでカサゴとかね、マゴチ釣れる。いよいよ、投げて投げて。これもう、ねけどでしょ？うん、そこ落としてトントンやったら釣れるよ。チームで何やっとんの？これ今餌だよね。餌ないね。もうあるよ、この。これやろ？うん。アゴ貝。こういうとこか。両ともアゴ貝だ。これだね。うん。全く見えんね、針がどこにあるの。ああ、まあ老眼だよね。これか。はい、こんな感じでね、アゴ貝やってますよ。で、今日はおーちゃんさんとコラボなんでね。おーチャンネルさんも一匹ちょっと釣っていただけるといいかなと思ってます。まあ自分がね、ブラゲモノを自分釣るんで。ほら、ジャガイブさん、こうやって餌つけるの。ああ、なるほど。で、おーチャンさんルアーでやってるけど、はい、俺餌釣りの立ちになるよ。ああ、そうなんですね、はい、こんなんでもね、70センチや90センチのヒラメとかさ、はい、カレイだって70センチオーバーいるんだから、やってこ、はい、ちょっとあの辺におると思うんだわ、はい、ちょっと行くと。あ、ほんとですか。 50m ぐらいやってから、はい、あとこれでこうやって待っとくよ。はい、わかりました。で、来たら手で持っとくのよ、これは、はい、で、手でもうビクビクンってくるから、はい、いればね。わかりました。根こそぎだから、はい、やりますか。ああ、これあ、来たか、これもう、あ、ごめん、波だった惜しかったね、来たらとんでもないようになって、はい、1投目で、はい、当たった当たった当たった、いきなり1投目。ちょ、これ来た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 、よっしゃ、ほいできた。待って、あー、バレちゃった今結構でかいのがガーン当たって。尺ですか？いやー、40、50あってんじゃない？ポツンできたよ。多分ね、ガチの話、7センチのフグとか小魚系。あ、鋭いですね。でも、明確に当たった。なんかいるわ。いるね。あ、釣れた釣れた釣れた、来た来た来た、粘った、でかい、これはでかいぞ、おいし、これでかい、でかいぞ。マジで？でかいでかい、これはでかい、来た来た来た、でかい、うわーい、やったー、鬼カサゴ。しかも1投目これやろ。これ何でしたっけ、ここなんて言います？あ、ブリ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 とかも言わない。やったーやったー、チャガイブやったー、これお前も釣れよ、はよチャガイブ。おーちゃんやるでしょ、俺。いやー、すごい、これなかなか渋いね。渋いですね。ちょっと一匹粘って、なんか釣りたいですね。一匹で釣ろう。神様が一匹カサゴ釣ったのに、お坊主じゃないですよ。奇跡だね。さすが神様です。一投目にね、それ当たりがないんだけど、なんか見えない。うわ、フナムシ、フナムシ、これエビ、水中フナムシ、気持ち悪い。
普段虫ゴキブリ。これアクアリウム。これイソギンチャクだ。じゃあこういうとこにいる生き物に興味ないわ。ないね。そんなないですね。